私は江ノ島展望灯台です。平成15年4月29日に誕生し、今年で11歳になります。名前は藤沢市の皆さんから公募され、一番多かった名前で江ノ島シーキャンドルと命名されました。身長ですか？身長は 53.7m で、ずんぐりむくりの逆三角形です。私の体には高出力 LED が使われています。今までの白色透光器と比較して 60% の消費電力でライトアップされ、しかも太陽光発電で賄われています。季節によって年間4回ライトアップが変更されています。展望台は2層になっていて、湘南海岸を360度一望できます。夜景は素晴らしく、カップルやファミリーに大人気です。民間の灯台としては日本最大を誇り、相模湾を航行する船舶の安全維持を果たしています。平成14年の秋から翌15年の春にかけて、2つの江ノ島展望灯台が並んで写ったツーショットです。これは灯台の明かりを絶やすことなく伝承させるために、新展望灯台の火が灯るまでの間、旧展望灯台の存在が欠かせなかったからです。これは Google マップの画面をキャプチャーしています。三角形のガラス張りが旧展望灯台跡です。旧展望灯台は50年という長い期間風雪に耐えてその任務を果たし、現在のシーキャンドルにその役目を譲ったのであります。私の住んでいる庭にはたくさんの花が植えられています。この季節は一斉に開花し、花びらのそばによれば香りでむせ返ります。相模湾からの潮風が吹き渡ってきます。2013年に世界遺産に登録された富士山が真っ白に雪をかぶって海の向こう側にそびえ立っています。ここが私の心臓部というべき灯台の電灯がある部屋です。海抜113メートルに立ち、46キロメートル先の船舶を照らしています。弓の形をした片瀬海岸は朝の NHK 天気予報によく登場します。ここは展望フロアの屋上デッキです。ぐるっと一周すると茅ヶ崎、由比ヶ浜などの湘南海岸、どこまでも続く広大な太平洋など360度の見晴らしです。遅れましたが、私の父親は清水建設です。母親ですか？母親は江ノ島電鉄です。私は年中無休で働いています。